ハイサイ、ゆういち沖縄ってね、ゴリさんのやつ知ってますか？ゴリ沖縄って、この間沖縄行くときめちゃめちゃ見てたんで、ちょっと真似してみました。Thank you for watching again today. Today I will make the latte, the pork berries dish from 沖縄。沖縄のラフテー作ります、今日は。で、ちょっとこれ見てください。いいでしょ、これ。グルクンの模様のやちむんです。那覇のやちむん通りにある、お店で買いました。いいですよ、ここのお店。おばあちゃんがなかなかいい、方なので。で、すごくね、これいいやつで、このね、見えるかな。リムの縁のところの青がね、すごい綺麗な青なんですよ。で、ここの鱗とかも彫ってあって、すごい手間がかかって綺麗なので、これをちょっと買ってきたんですけど、これに合う何か料理作りたいなと思って、ちょっとラフテーをやってみたいと思います。さてさて。で、まあラフテーっていうと豚肉のお肉なんですけど、今ここに2種類豚肉用意しました。で、こっち、これは、この辺に出てくる前の動画で作った塩豚、塩茹で豚です。肩ロースだったかな、今日のは。だから脂肪がないところ。で、これでラフテー作っても美味しいので、これも使います。で、もう一個はもう本当のラフテー、三枚肉。脂身たっぷりの。たっぷりのお湯にこの豚肉入れて、1時間ぐらいコトコト煮て、火を通して油を落としてあります。でもまあ、まだまだ油は出るんですけどね。その、まあ、油の取り方みたいなのは後で、ちょっと伝えれればなと思うんですけど、これとこれ両方で今日は、ラフテー作ってみたいと思います。で、取り急ぎまずこれをカットしていきます。でね、今ね、いろいろ編集とかできるからね、今っつってもいろいろこうね、どっかで切れて間にいろいろあるんですけど、三枚肉ってなんだっていう話になって、三枚肉は豚バラ肉です。まあ、このくらいのサイズで、ちょっと半分まあ使っちゃってるんですけど、このぐらいで、そうだな、500円しないぐらいで手に入ると思います。スーパーとかだと。で、まあなかなかこんなにいっぱい使うことは、家族がいたりとかしないと、ないとは思うんですけど、これラフテーは、煮ておくと、結構日持ちがするので、で、それそのまま食べるだけじゃなくて、沖縄そばに乗っけてもいいし、例えば崩してチャーハンに入れてもいいし、ご飯の上に乗っけてもいいので、保存食になるので、たくさん、こう、大きいので買ってきて、煮ちゃっとくと便利は便利です。で、切ってきます。よし。で、こう、このぐらいのサイズで切っちゃう豚の角煮もあるんですけど、まあ今回はこのくらいかな、1センチぐらいの大きさで切ります。1センチ、このくらいで大きいなと思っても後で割と縮んじゃうんで、そらサクッと食べられちゃいます。そしてこれはちょっと一つここで置いといて、今度はロースを切ります。まあ同じような1センチぐらいの大きさで切ってあげればいいと思います。ロースは、ね、いつも言うでしょ、ゆっくり火通してるからピンク、これぐらいが一番美味しい。でこれでよし、置いときます。うわ、危ない。で、ではまず煮汁作ります。これお水、お鍋にたっぷり入れます。これで昆布だしで、昆布で出汁取ってもいいんですけど、顆粒でいいですよ、大丈夫。ちょっと、しっかり昆布だしをつけてあげたいので、ちょっと多めに入れてあげてください。で火をつけます。まあ溶いてあげて、よし、温まってくるともっと溶けるので。で次、砂糖です。今回買ってきた沖縄の黒砂糖入れます。まあね、結構ね、僕目分量なんで全然入れちゃいます。甘めでも美味しいんでね、砂糖は先に入れてあげてください。よし、これかな。後でトロッとさせるためにもちょっと多めに入れます。で次、ででーん、泡盛。これポイント、お酒でもいいんですけど、泡盛ある場合はちっちゃい小瓶とかでも売ってると思うので、せっかくなので沖縄風で完全に
あの完全レシピで沖縄風で泡盛で作ります。で、お水に対してそうだな、お水3、泡盛1ぐらいの割合で入れちゃっていいです。これで、これで一回煮立たせます。煮立たせてアルコールとを飛ばして砂糖も溶かします。ちょっと待ってくださいね、煮立つまで。で、煮立ってきたのでここでお肉入れます。うん、煮立ってくるとこの泡盛の香りがふわっとしますね。で、これで今砂糖、泡盛、昆布だしが入った状態で豚肉を投入しました。で、これでちょっとこれで一回煮立たせて、そうするとまだ油出てくるので、バラ肉からは、三枚肉からは煮てって柔らかくしてあげます。で、まずは30分ぐらいこれでコト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 煮てください。そうすると煮汁がだんだん煮詰まってくので、で、ちょっとまあ時間もあれなので、とりあえずこれで30分ぐらいコトコトしたっていうつもりでいきます。で、お醤油、これまずお醤油を大さじ1杯分ぐらい最初にここで1回入れます。これでまた30分ぐらいコト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 って煮詰めていきます。どん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 煮詰めて、味を染み込ませつつ柔らかくしつつしていきます。で、最初30分煮て、まず大さじ1杯分ぐらい醤油を入れて、その後、まあ、15分か30分ぐらい煮詰めていくと、もっともっと煮汁が蒸発して減って煮詰まっていくので、そこまで待ってください。で、今グツグツ言ってるので、これでもうちょっとかな、このくらい弱火ぐらいにしてコト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 と煮てあげてください。で、時間かけてゆっくり煮てあげれば煮てあげるほど柔らかくなるし美味しくなります。はい、で、今ちょっと差し替えちゃったんですけど、トータルで1時間半ぐらい煮たものがここにあります。で、一回冷ましました。煮汁が減ってきた時には落とし蓋してあげてください。そうすると上が乾燥しないので、お肉が上から煮汁の量よりお肉が出ちゃうと、だんだんお肉の上のところが乾燥してきちゃうので、それを防ぐためにこの落とし蓋1枚置いてあげると循環して美味しくなるので。で、なんで一回冷ましたかっていうと、ちょっと見てもらうと、このオーブンシートに白くついてるんですけど、これ油なんですよ。バラ肉、三枚肉から出た油がこれだけまだあるので、一回冷やしてあげることで、その煮汁に溶け出した油がこうやって固まるので、これをまず取ってあげてください。そうするとさっぱり食べれるので、まずこれを取っちゃいます。で、ちょっとまだここ鍋の中に取り切れてない油が白く浮いているので、これをまあ一回丁寧に取ってあげます。こうするとこの手間でちょっと油っぽさが半減するし、まあなんだろう、ちょっとダイエット中でもまあね、こんだけ砂糖入ってるから何を言うかって感じかもしれないけど、ちょっとこんだけね油あるんで、これを取ってあげるだけで少しさっぱりするんでね、取ってあげて火つけます。で、これでもう一回煮立たせて、もう少し最後に煮詰めに行きます。で、今グツ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 もう一回煮立たせて、最後の仕上げに向かいます。で、最後もう一回だけお醤油1つ半ぐらい、大さじ1杯半ぐらい入れます。で、ちょっと濃い味付けにした方が美味しいです。肉厚めにしてあるし、これね、全部いっぺんに食べるわけじゃないので大丈夫です。で、少しこれ濃いめの味付けにしてあげないと、沖縄そばに入れたりとか他のものと食べるときにちょっとこうだいぶ薄味になっちゃうので、少し濃いかなっていうぐらいでしっかり味付けてあげてください。で、
これでもう最後は、照り出しです。照りを出すためにぐーっと煮詰めていきます。少し、まあ、強火までいかなくてもいいので中より少し強火ぐらいでガーッと煮てあげていくと砂糖とかお醤油で照りが出てくるので照りを出していきます。本当に煮詰めれば煮詰めるほど、煮詰めるとか煮込めば煮込むほど時間かければかけるほど柔らかくなるので、特にロースのお肉でやった場合はもう少し時間かけて1日とかゆっくり火通してあげた方がほろほろっと柔らかくなります。豚バラ肉、三枚肉のこの大きい切ってあるのとかスーパーで売っているの見たことあると思うんですけど、絶対一人暮らしの人たちは手を出すものじゃないし、多分お家のお母さんたちもそんなにあれを買ってきて何か作ろうって思うことはなかなかないかもしれないんですけど、割とこうやってそんなにね難しくなんかやらなきゃいけないってことじゃなくて、煮込む時間だけが大変ですけど美味しい料理になるのでぜひ使ってみてください。買ってみてください。この動画見てくれて皆さんがスーパーで豚バラ肉三枚肉を買い漁って、一時期豚バラ肉が買えなくなったみたいなのだったら嬉しいですね。ないか。でこれちょっともう煮汁が少なくなってきてます。お肉が煮汁より上になってきてるので、これちょっとひっくり返しながらしてあげて煮詰めてってあげてください。ずっとこう片面だけやってると上に出てる方が乾いてきちゃうので、照りを出すためにちょっとひっくり返しながら最後の煮詰めをしていきます。食べる前にこう煮詰める感じがいいですね。どん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 とろとろっとなってくる煮汁が、これでどん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 こう煮詰めてってあげると照りが出てくるので、その照りをお肉に絡めてあげる、コーティングさせてあげる、コーティングしてあげる。そうするとお肉がめちゃめちゃ美味しくなります。なんか飴みたいになってくるのでそれをコーティングさせてあげる感じです。よし、そろそろこれでいいかなと思います。なのでちょっとこのくらい煮汁が少なくなってきたところで火を止めます。では最後ちょっと生姜を用意します。生姜をねちょっと添えてあげると美味しいんで、これかな。例によって私は皮を、で、こう千切りの生姜を用意してあげて、で、いいしょ、やちむん、沖縄のやちむん、焼き物が内縄口ってなまってやちむんになるそうですね。これね。で、盛り付けていきます。とろとろ、よし、逆さまに盛り付けちゃった。こっちまでまず見て、よし、で、煮汁をかけてあげましょう。で、あと生姜をのせます。生姜をちょっとのせてあげて、よし、さあ、どうかな、綺麗かな、美人にできたかな。はい、できました。沖縄でインスピレーションを受けて綺麗なやちむんに盛り付けた豚三枚肉のラフテーです。どうぞ召し上がれ。はい、出来上がりました。ラフテーです。美味しそう。めっちゃ湯気立ってていい香りするし、トロトロだし。さあ、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、今までのより手間がかかる料理を作ってみたんですけど、これめちゃめちゃ保存が効くので冷蔵庫に入れておけば1週間2週間ぐらいは全然いけます。温め直せば。で、まあチンしてご飯の上に乗っければこれですごいごちそうになるし美味しいので、ぜひやってみてください。一人暮らしの食卓もすごい豪華になるし、家族もきっと喜んでくれると思いますよ。ぜひトライしてみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらいいねと番組のチャンネル登録よろしくお願いします。 Thank you for watching guys. I hope you enjoy.
my cooking channel. I've done this pork berries in Okinawa style. Hope you guys enjoyed. Give me the thumbs up and subscribe to the channel. Thank you very much and see you later again. Bye bye.